エンシエロは、祭礼などで、大牛の群れの前を人間が走る行為。前を走るのは人間だが、日本語では牛追とも表記される。スペイン語のエンセラールという動詞に由来する。闘牛と巨生牛からなる、大牛の群れエンシエロは、スペインやラテンアメリカの多くの村やいくつかの都市での、祝祭における伝統的な闘牛の慣習の一つで、ある。戦闘牛に引きられたある一定の数の牛。 若尾牛、若目牛などの群れの前を走る。一般的に牛たちにより近いポジションで牛と接触せずに走るのが優秀な走りでとされる。慣れていない走り手がつまずいたり、混雑により走路が渋滞状態になることがこの祝祭行事における最大の危険である。一般にエンシエロは闘牛祭り期間の毎日午前に 一つの柵もしくは二重の柵が設置された市街地ルートで行われ、エンシエロの牛のうちの六頭の牛は午後に行われる闘牛に登場する牛である。自治体によって走り手の年齢制限が定められている場合がある。例えばサンセバスティアンデロス・レイジェスでは16歳以上と決められているが、一般的には年齢制限はない。スペイン・ナバーラ州パンプローナのサンフェルミン祭で、 行われるエンシエロが最も有名である。この行事は、大牛が夜間を過ごした屋外の囲い場から闘牛場に輸送する必要性に由来する。パンプローナなどの町では、エンシエロに使用された6頭の牛が同日午後に、パンプローナ闘牛場で行われる闘牛にも使用される。大牛をルートに沿って誘導し、路地に入らないようにするため、エンシエロの 開始前にはルートに木製、または鉄製の柵が設置される。参加者が危険を感じた際に素早く、ルートから脱出できるように、柵が二重に設置されている箇所もある。二重部分は人間が避難するのに十分な幅だが、大牛は阻止できる程度に狭く作られる。記録に残る最古のエンシェイロは、1215年にカスティーリャ地方のクエラルで行われたものであり、 夜明け前に、牧道たちが、牧場から、村までの 6.5km を走ったとされている。お牛を市場まで移動させる際、牛飼いは恐ろしく刺激的な方法を用いて、牛を急がせた。この数年後、牛を速やかに移動させることは競技の一つとなり、若者は追い抜かされることなくお牛の前を走って、お牛を囲いに入れることに挑戦した。この習慣はやがて人気を増し、また、 スペインの都市人口が増加すると、ますます注目されるようになり、伝統となって、今日に至っている。フランコ政権下では、エンシエロ自体が禁止されたが、民生遺憾期には闘牛をしのぐ人気となり、1982年には、左派のスペイン社会労働党政権が、フランコ時代の牛追い禁止令を廃止した。エンシエロの進行。 エンシエロを見物する人々スペインで最も人気があるエンシエロはナバーラ州の州都パンプローナのものであり30年以上にわたってスペインの国営放送であるティブが全国放送しているパンプローナのエンシエロはサンフェルミン祭で最も重要な行事であり7月7日から7月14日の朝8時に毎日開催される18歳以上であること おうと同じ方向に走ること、おうを先導しないこと、酩定状態で参加しないことなどの規則が定められている。パンプローナでは人間が避難するのに十分な二重の木製柵が通りに設置される。この柵は約3000のパーツからなり、いくつかのパーツは祭礼の期間中はそのまま残されるが、それ以外のパーツは毎朝組み立てられて、エンシエロ終了後に解体される。 エンシエロの開始前、参加者は壁に設置されたセイフェルミンの像に向かって、三ビカを三度、それぞれカスティーリア語とバスク語で歌う。セイフェルミンはパンプローナ氏の守護聖人であり、祭礼の守護聖人でもある。カスティーリア語版は、エーサンフェアミンペデモス、ポルセルヌエストロパトロン、ノスギー・イエヌベル・エンスアロー・ダンドノススー・ベンディチオンと歌われる。歌手が、ビバ、サンフェルミン、 こら、サンフェルミンと叫んで賛美歌が終わる。多くの参加者は、白色のシャツ、赤色のベルト、赤色のネッカチーフからなる伝統衣装を着用し、お牛の注意を引くために新聞を握りしめる者もいる。午前8時ちょうどに第1の花火が打ち上げられ、囲い場のゲートが開かれて、闘牛6頭が走り出す。第二の花火は6頭の巨生牛が放たれる合図である。 第3の花火と第4の花火は大牛12頭すべてがパンプローナ闘牛場に入りエンシエロが終了したことを意味する。第1の花火が打ち上げられてからエンシエロが終了するまでの平均時間は4分間である。群れは6頭の闘牛と6頭の巨生牛の計12頭からなり、さらに2分後には3頭の巨生牛が囲いから放たれる。 6頭の巨生牛の役目は12頭の群れを誘導することである。群れの平均速度は時速2 4トルである。スタート地点の囲い場からゴール地点のパンプローナ闘牛場までは8 2 6ルである。休止が地の4つの通り、パンプローナ闘牛場に入る前のテレフォニカと呼ばれるセクションを走る。 最もスピードの速い部分は、サントドミンゴ通りから、市庁舎前広場にかけてである。エスタフェタ通りの入り口ではしばしばお牛の群れが、分断され、また速度も遅くなる。負傷者や、衛生管理負傷者の手当てをする救護隊ほとんどの、負傷者は、転倒による座礁であり、重傷を負うわけではないものの、毎年200人から300人が、エンシエロ中に負傷している。 すべての負傷者が病院への搬送を必要としているわけではないが、2013年には50人が救急車で、パンプローナ市内の病院に搬送され、この数値は2012年の2倍近くであった。過度で疲れることがよく起こるわけではないが、疲れた場合には生命を脅かす恐れがある。2009年は10人、2010年は9人、2011年と2012年は4人。 2013年は6人の参加者が最例期間中に大牛に疲れて負傷し、2009年には1人が死亡した。参加者の大部分は男性だが、1974年以来5人の女性が棒状のもので疲れている。以前は女性の参加が禁止されていた。負傷者のもう一つの発生要因は、エンシエロの最終部分である。 闘牛場の入り口付近に参加者が押し寄せることである。この区域は、ロートのように狭まって閉塞が起こり、密集による窒息や転倒による座礁などの原因となり、また後ろからやってきた牛に疲れることがある。入り口付近の閉塞は、エンシエロの歴史上を少なくとも10回発生しており、最初の閉塞は1878年、直近の閉塞は2013年に起こった。 1977年には一人の参加者がこのような閉塞で窒息して死亡した。1910年に記録が開始されて以来15人がサンフェルミン祭のエンシエロ中に死亡しており彼らの大部分は牛につかれたことが死因につながっている。負傷の影響を最小限に抑えるため毎日200人が参加者の救護に協力している。彼らは 平均して50メートルおきに配置された16箇所の救護所に配置され、各救護所には少なくとも医師と看護師が一人ずつ待機している。200人の大部分は主に赤十字社からのボランティアである。救護所に加えて約20台の救急車が待機している。この組織は牛に疲れた参加者が容体を安定させて10分以内に病院に搬送されることを可能にしている。 メディアへの登場、パンプローナにあるヘミングウェイの石像パンプローナのエンシエロは文学作品、テレビ番組、広告などで何度も描かれている。1899年、映画の父と呼ばれるルイ・リミエールはエンシエロの動画を撮影した。サンフェルミン祭のエンシエロが世界的に有名になったのはアメリカ人作家アーネスト・ヘミングウェイの影響である。ヘミングウェイは、 1926年に小説、日はまた登るを発表し、英語圏でサンフェルミン祭のエンシエロが知られるようになった。ヘミングウェイは1933年に、闘牛の解説書である、午後の詩を発表している。1991年には、ビリー・クリスタル監督が映画、シティスリッカーズでエンシエロを描いた。親友3人組が、牛追いツアーに参加し、 カウボーイを体験することで本来の自分を見つけようとする。この映画ではクリスタル監督自身が演じたミッチという登場人物が背後から牛に突かれたが命に影響はなかった。2011年にはボリウッドの映画人生は一度だけにエンシエロが登場した。結婚を間近に控えた親友3人組が独身最後にスペインに旅行し、 究極の恐怖を克服するためにエンシエロに参加した。3人は広場で立ち止まったが、その後勇気を奮い立たせて最後まで走り切った。この映画はほぼ全編がスペインロケで撮影されており、サンフェルミン祭のエンシエロの他にトマティナなども登場する。2012年にはコンストラクト・クリエイティブズによってランニング・ウィズザブルズというドキュメンタリーが制作され、ジェイソン・ファレルが 進行役を務めた。このドキュメンタリーでは、仏議をかすエンシエロの伝統の長所と短所を紹介している。スペイン・ラバーラ州、パンプローナのサンフェルミン祭で行われるエンシエロが、最も有名であるが、イベリア半島の2カ国の町や村に加えて、メキシコのいくつかの都市でもエンシエロが行われ、ペリューのトルヒリョ、アメリカのネバダ州、メスキーテ、夏季の南フランスでもエンシエロが行われる。 カスティーリャ地方では小規模な祭りでもエンシエロが行われる。8月末にマドリード近郊のサンスで行われるエンシエロは、スペインではパンプロナに次いで有名なものである。カスティーリャイレオン州クエジャルのエンシエロは、スペインで最も古いとされており、1215年まで遡る記録がある。ポルトガルのセントロ地方、サブガルで行われるエンシエロでは、馬が、 牛の群れを先導する。イングランドの林間社スタンフォードでは約700年にわたって祭礼でエンシエロが行われていたが1837年に禁止された。地元の伝承によるとスタンフォードでのエンシエロの監修は13世紀初頭のジョン王の時代まで遡ることができるという。ペットの活動家多くのアニマルライツ運動団体はエンシエロの開催に反対している。 動物の倫理的扱いを求める。人々の会の活動家は、パンプロナのサンフェルミン祭の開幕日の前に、デモンストレーションとして、ランニング・オブ・ザ・ヌーデスを行っている。ペタは、祭礼と闘牛の際に、お牛が娯楽のために拷問を受けていると主張し、男性は正規に、プラスティック製の角をつけて、女性は、全裸で街路を更新することで主催者に抗議している。 メキシコのサンミゲルデ・アジェンデでもサンミゲラだと呼ばれるエンシエロが行われていたがイベントに関連する公共障害を理由に2006年から中止されている。サンミゲルでのエンシエロが中止された後はグアナフアト州サルバキエラが代替となる行事を開催している。この行事はラマルケサだと呼ばれ9月最終週または10月最初週の3日間に開催される。近年 メキシコのエンシエロは多くの批判にさらされている。例えば、アニマルポリティコは今日では10人中7人のメキシコ人がエンシエロに反対していると推定しており、メキシコの闘牛は禁止されるべきという世論が形成されていることを示唆している。ありがとうございます。